あれ、この距離当たってないのか。バケツってほとんど使ってなかったから感覚忘れちゃったわ。あの距離でも当たってないとなるとさすがに難しいかな。多分そこにいるんだけど。あ、いたいた。なに？いや、瞬間移動はせこいって。エマってどこ行くの？あ、消えた。何だと思う？さっきのは一体何だったのかしら。こっちのインクの上は走るし、なぜか体が爆発したし。うわ、またハンコか。あれ？でもまたスルーされた。さすがに崖端に追い込んじゃえば私でも勝てるわ。ふん、よしよし、あと30秒しかないけどなんとか逆転できるかしら。チート、ダメ、絶対。シーズンが始まって私は気がつきました。やはりラインマーカーは環境を支配していたサブであるということ。どこの世界の話してる？プライムのサブに9番がついた今、本格的にプライムシューターが環境入りしたのである。環境支配ってそっちの意味かよ。というわけで皆さんやっハロー。急激にプライムを使う人が増えて、いかにラインマーカーが嫌われていたのか身に染みた霊夢です。おいっす、この環境早くなんとかしないと絶対ナイス玉環境になるなとマリサだぜ。さあ、というわけでついに来たわね。新武器に加えて復活してと新ステ。しかし残念なことに初日でバグを見つけてしまいました。え、マジで？なんとこうやって適当に R ボタンを押すと。なんとたまに相手が倒せてしまう致命的なバグが存在します。それ9番ゴムって言うんですよ。サブウェポンって本気で狙って30ダメしか入らなくて、ボイ戦より短いマーキング時間しかなくて、射程が伸びるとかいう人類には理解不能なアプデが来たもののことじゃなくて、使わなくなった途端めっちゃボロかすよやん。っていうか何ラインマーカーから逃げてんだよ。バケスロ使えよバケスロ。まともな試合が取れたらね。すでに試してはいたようだ。ともかく今日は一旦ラインマーカーのことは忘れてやっていきましょう。はい、もう最強ナイス玉。塗りポイントが210で塗りが苦手なプライムにとっては結構大変。ただそれにあまりあるほどの圧倒的支配力、今までなすすべなかったラインマーカーの屈辱を思い知らせてやるわ。逆恨みが過ぎる。さあ、矢倉を進めましょう。というかこのステージだいぶ低くなったわね。初代の時もっと高くなかった？自陣左側の坂がもっと急だった気はするな。それにこの屋上の広場、ここだいぶ広くなった印象があるわ。あとかなりチャージャーしてっていう印象あったんだけど、思いのほかそんなチャージャー持ってる人はいなかったわね。初代知らなくてほぼ新捨てみたいなもんだから、マップ研究もまだまだだろうしな。味方が倒されてしまった。できれば許してもらえると。まあさすがに手追いでグラグラに追い込まれたら無理だわな。さあ、ほぼほぼワイプアウトから敵が矢倉を進めてきている。サイドからついてる敵はいなさそうね。右から登って様子を見ましょうか。ってあれ、インクレールあるじゃん。すごいすごい、これで一気に登れるっていうわけか。こんなんもう最強のインクレールじゃん。っていう夢を見たんだ。なんだ夢か。霊夢が夢見てる間に味方がワイプアウト。凄まじい強さで一気に盛り返す展開に。私も登っていくわよ。ヒラメガのピコンは壁塗り、複数箇所登っ、おい、このパイプいらねえだろ。そもそもすでに塗ってあるとこ行けよ。味方は完全にリスキル体制。近場にはいないから私が矢倉を運びましょう。戦いが苦手な私でも運ぶという仕事ならできるからね。そしてこの圧倒的カバー力。そう、これこそがプライムのいいところ。前線さん落ちまでさせて、これはかなり優勢だな。いや、味方強すぎるわ。私ただ乗ってるだけで敵がいなくなっていく。雨は気合で乗り越えて関門到達。これが突破できればカウントリードいけそうだな。サイドから来てる様子もないし、正直手持ち無沙汰になってしまってるわ。こういう暇な時にマップ開く癖つけておきたいわね。ちょっと戦況が大変そうだからナイス玉を吐いちゃうわ。矢倉は止まっちゃうけど、ここは撃つべきなはず。理不尽すぎる攻撃範囲で敵を3落ち。残ってるのはそこのお風呂だけ。うち損じをしっかり味方が仕留め、第3関門も突破。グラグラの人を一応家紋で呼んでおくわ。第3関門突破。うわぁ、そんなポイズンごときじゃ私はひるまんぞ。余ってインクない。いやあの、許してください。最後に味方が撃破して終了。ふぅ、とりあえずは勝てた。味方の戦闘能力が脅威だったな。それじゃあ2戦目やっていくわよ。ステージはこちらも今回のアプデで追加された草屋温泉。その名の通り温泉街をイメージしたステージになってるな。ちなみにルールはガチアサリだぜ。ほう、来たわね。完全新ステ。中央広場まではかなり長い坂道になっていて、リスキルがやりにくい地形にはなってる感じはするな。ちょっとしかやってないけど大切なのはこのインクレールの防衛ね。これですぐに裏が取れちゃうから、この位置が守れてるかどうかは常にマップで確認するべきだと思うわ。ちょうどよくプライムなら降りなくてもインクレール起動できるから、初動はとりあえず触ることにしてるわ。リスキから一気に降りれる場所でもあるから、そういった面でも裏取りにはかなり便利なルートになってると思うわ。まだ出てから初日だけど、個人的にはなかなかお肌に合ってるステージな気はするわ。何その化粧水みたいな感覚。おっとっと、トルネード飛んできた。プライムコラボな、トルネードだったか。あ、そっか、使いだったもんね。あっと味方が攻めていくかも。ナイス玉でカバーに行きましょう。
ってあ、やられちゃった。溜めたはいいけどどこに投げようかしら。まあいいや、適当に奥に投げてそこから動かしましょう。味方も合わせてナイス玉を展開。うわ、びっくりした。パブロがいたのかよ。火力の低さに助けられてなんとか生存。む、この音はサメ。爆破後の後引きは絶対に逃さない。そしてシコラも射程で倒す。よしよし。サメはイカロールで耐えられなくなったが、プライムの射程なら今まで通り爆破範囲より外から撃てるんだな。他の武器からしたらわからないけど、プライム的にはサメライドは今まで通りおやつとしていただけるわ。前線は倒せているがガチアサリがないから攻めようがない感じか。モミジが6個持ってるから渡してあげればそれでいけるはず。邪魔な位置にいる敵をナイス玉でどかしていくわ。洗濯機が追い込んでる場所にナイス玉を投入。それに合わせてモミジがアサリを作って全速前進。命と引き換えにゴールに叩き込む。よし、持ってるのは少ないけどさっさと入れちゃうわ。そしたら味方が入れられるように私が注意を引きに行く。6個持ってるからそれをなんとか押し込んでもらいたいわ。あわよくば倒しちゃいたいんだけど。む、そう簡単にはいかないですか。味方がナイス玉吐いてるからそれまで耐えた方が良かったな。お、でも6個全部入れてくれたわ。サメでもう無理かと思ったけど生存してくれてるのね。出遅れちゃったけど前線にジャンプ。あ、でも地獄の入り口だったかも。お前が飛んだせいで味方二人とも持っていかれてんじゃねえか。せめてアサリだけでもと思ったけど雨まで来ちゃ無理だわ。ひとまず体勢を取り、や何事、雨で倒されるほどインク踏んでた。いや、シンプルにお風呂に倒されてんな。ま、マジか、弾が全く見えなかった。一応カウント的には優勢だからしっかり防衛に入りましょう。守りでも驚異的に強いからね。結局無印と比べてどうなんだ。まあ申し訳ないけど圧倒的にこっちの方が強いわね。正確に言うとコラボの方が汎用性が高いわ。サブに関しては言うまでもなく吸盤の方が圧倒的に便利だし、神タンクよりさすがにナイス玉の方が強いかなって感じかな。まあでも神タンクとナイス玉って、強いのベクトルが違うから一概には比べられないけど、刺さる場面どっちが多いかって言われると、やっぱりナイス玉に軍配が上がるかなって感じね。このゲームって結局汎用性高いということが強いに繋がりやすいから、ピーキーな性能してるならリッターぐらいにしないと腐りやすいのよね、というのがラインマーカミストの見解です。これが3ヶ月使い続けたものか、面構えが違う。さてそんな中ボコボコに追い込まれて非常にピンチです。相手のガチアサリは1つだが前線は3落ちの状況。おまけにパブロのアサリの数も要警戒って感じだな。うわしまった、撃ち続ければよかった。しかもトルネードか、ここは逃げるしかない。合わせてメガホンも飛んできて一気にガチアサリが攻め上がる。バリアは壊れたが速攻で見落ち。まずはお風呂。いやそっちかよ。ああ、よかった。サメなら確実に倒せる。ちょっとヒヤッとしたがワイプアウトで抑え込みに成功。中央がだいぶ取られちゃったからしっかり塗り返していきましょうか。あ、その下は塗ってくれてた。一応アサリは7個にしておいていつでも攻めれるようにしましょうか。他の味方にアサリは譲って上から一旦全体の様子を見ましょうか。ゴール前とリスキすぐぐらいにみんな固まってるって感じかな。ここでモミジがソナーを展開。合わせてナイス玉も展開していく。これ少し詰めて私もナイス玉行きましょう。同じところに投げて落としちゃったガチアサリ拾って押し込むわ。洗濯機が先行。それに続いて私も放り込むわ。エスカッいや大丈夫だ、どっちのアサリも入ってる。後方から味方がカバーしてくれている。ここのアサリ入れたいけどサメ、それなら入れ違いで入れに行ける。追加で3個押し込んだところで倒されたが、サメは返り討ちにした模様。ああ、でもちょっとまずいかも。バリアだけ壊して引く方が正解だったかもしれないわ。生き残ってはいるけど飛ぶのはやめておきましょう。洗濯機がダウンだ。まずい、私しかいないからカウンターアサリで攻められるかも。ひとまず味方が帰るまでの時間稼ぎをしないと。とりあえずはそこのインクレールを起動。そしてちょっと高くなってるからここから牽制射撃していくわ。ここにいることで兄には攻めてこれないはずだからね。下手に攻めると余計にきつい展開になるから、時として味方を待つってのは大切だな。あわよくばナイス玉が溜まると嬉しいんだけど、トルネードが来ちゃって移動しないと無理か。トーピード来てるけどそこにいるのか。まあいいや、とりあえず塗り返しを続けていき、いやそこいたんかい。全然気がつかなかった。トルネードに合わせて近寄ってたんだな。イカミンもあるから気がつかないのもまあ無理はないか。ちょっとこれまずいかもしれないわ。前線は3落ち。それでいてパブロがアサリ7個だな。全力で戻るけどさすがにゴールは許しちゃうかも。こっちからなら上から狙えるじゃない。防衛するならここが一番だわ。防衛はしきれずにゴールが決まる。いやでも大丈夫、アサリがないから倒されなければ。この包囲網をかいくぐって押し込むなんてことはまず無理なはず。とにかく前線には上がらずに最終防衛ラインとなるわ。追加で入れてくるが焼け石に水か。なんとか気合で押し込んできてるが、持っているアサリも尽きて味方がしっかりと抑えてくれた。よし、残り30秒切ったし最後の時間稼ぎに行きましょう。カウンターアサリは拾っちゃってわざと目立つように行動するわ。ナイス玉もガチアサリもあるから、ヘイトを集めて時間稼ぎするには十分すぎる材料が揃ってるわ。あわよくばゴールに入れてそのまま勝ちもあるからね。サメライドの後引きは逃さないわよ。消えかけてるアサリを味方が強引に回収。ナイス玉吐くなら今。ああ、やられちゃった。でも味方を信じてゴールの方に投げるわ。それで私はすり抜けたパブロの相手をする。時間さえ稼げればなんとか押し込んでくれるはず。何回も威力おかしかった気がするけど。どうだ？終了。はい、というわけで大勝利。ちょこちょこヒヤッとしたがそれも大丈夫だったな。新しい武器でまだちょっと慣れてないところあるから要練習ね。で次回は多分ラインマーカーを使っていくと思うので、どうぞよろしくってことで今回はここまで。次回もこんな調子でやってるからまた遊びに来てくれると嬉しいぜ。この動画はどうだったかな？よければチャンネル登録高評価していってくれると嬉しいです。それじゃあまた別の動画でも会おうぜ。バイバイ。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると最新の動画がチェックしやすくなりますので、まだチャンネル登録してないという方はぜひチャンネル登録して次回の動画をお待ちください。コメントや高評価をいただけると動画投稿のモチベーションにつながるので、ぜひともよろしくお願いします。こちらにおすすめ動画もありますので、もしよければこちらの動画も見てみてくださいね。それではまた別の動画でもお待ちしてます。また見て